4月15日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて117円56銭安い 19,521 円25銭でした。トピックスは昨日に比べて 7.77 ポイント安い 1425.74 でした。日経平均下落率が 0.6%、 トピックスが 0.5% ということで両指数とも小幅安でした。新興市場マザーズ指数が昨日に比べて 6.36 ポイント高 0.9% の上昇、ジャスダック平均が15円高 0.5% の上昇ということで、新興市場はマザーズ、ジャスダックともプラス圏で引けています。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均株価は昨日の大幅高で直近の戻り高値ですね、3月25日戻り高値を一旦は抜きました。ただ一気に上に買い上がるという雰囲気にはなっていませんで、今日はやや押し戻されています。昨日のアメリカ市場そこそこ堅調な動きでした。ダウ平均が 2.3% 高、ナスダックが 3.9%、 SP500 も 3% それぞれ上昇しています。アメリカではロックダウンによる経済活動の停止状態続いていましたが、これを解除するためにトランプ大統領が検討委員会を立ち上げています。これを受けてややアメリカ感染者数もピークアウトしつつあるのではないか、そうした見方もありますから、アメリカ株は昨日しっかり、東京市場も昨日大幅高の反動安か、売り物がやや先行ではあったんですが大きくは売られていません。こうした中で動いていた個別銘柄であります。このところものすごく強く動いているのが任天堂7974であります。任天堂の冷やしチャートです。任天堂はいわゆるコロナショックに見舞われた1月中旬までの値段をすでに取り戻して、さらに高値を狙うと、高値更新中といった動きであります。連日の年初来高値更新であります。任天堂コロナショックが出始めたあたりというのは、中国で生産出荷が止まるということで売られていたんですが、逆にコロナショックが長引き、外出自粛、巣ごもり需要といった局面になると、こうしたゲーム機の販売が増加が見込まれるということで、供給が追いついていない状態ということになります。そして任天堂が14日、昨日ですね、任天堂スイッチと任天堂スイッチライト、国内向けの出荷を1週間ぶりに再開するというリリースをしています。これを受けて今日も大幅高 2% 程度の上昇で前引けを迎えています。またこのほか動いていた個別銘柄、逆に今日は冴えなかったのが原油関連であります。例えば5019出光興産です。こちらオペックで日量970万バレルの減産というのが決まりましたけども、足元のコロナショックによる原油の需要減がおおむね2000万バレルから3000万バレルとされていまして、需要が減った分を減産では補いきれない状況が明らかであります。こうしたことなんでしょうか。昨日 WTI が一時20ドルを割り込む場面がありました。2週間ぶりの安値をつける場面がありまして、これを受けた今日の原油関連銘柄、おおむね軟調な動きとなっています。今日午前中の東京市場は日経平均トピックスとも小幅安で前引けを迎えました。以上、東証アローズからお伝えしました。